あなたたちは牛丼大好きかしら。吉野家、松屋、好きや、すべての牛丼を愛してやまない一般男性だけど、明治時代から私たち日本人に愛され続けてるこのメニュー、炭治郎くんたちが鬼と戦ってる間も愛され続けていたこのメニュー、レアで楽しんでみたくないかしら。ギリギリを攻めてみたくないかしら。ギリギリでいつも生きていたいから、はあ。ということで今回はレア牛丼で優勝していくことにするわね。牛肉に火の入る最低温度の55度で、この大きさのブロック肉に火が入るのはなんと5時間。あー、ミスった。変な時間に取り上げないといけなくなっちゃったけど全然大丈夫。サスケくんは三月に3時間おきにミルクをあげてるからね。私も最長3時間しか睡眠を取れないように体を作ってるの。3時間おきにアラームを鳴らして、サスケくんは里帰り中だから虚空を見つめているわ。ミルクをあげる気満々、手伝う気満々、熱々と書いてチンチン。なフライパンに低温調理した牛肉をセネジャシュ、冷蔵庫から取り出したばかりの冷えた状態のものをそのまま焼き目をしっかりつけなさい。中まで余計な火が入らずレアに仕上がるはずよ。お肉を休ませてる間に玉ねぎ2分の1をスライス、両サイドに切れ込みを入れてからスライスすれば全ての大きさが均一っぽい玉ねぎができるわよ。低温調理に使った密閉袋の中には牛ブロック肉の旨味がたくさん詰まってるから、そいつをフライパンにぶち込みなさい。みりんと醤油を大さじ2杯ずつ入れて、スライスした玉ねぎも入れて、最後仕上げにニンニクチューブと白だしを小さじ1。これでレア牛丼のタレとネギは完成。さあ、休ませていたお肉がどう出来上がってるか楽しみじゃない。完璧な断面だなこりゃ。トライアルで割引で600円で買えた牛ブロック肉がこんな色に仕上がるなんて。今回はあくまで牛丼、ローストビーフみたいに綺麗にスライスする必要はないわ。形はいびつでもいいから、なるべく薄く一立ちでスライスなさい。丼に生卵を落として七味の代わりにブラックペッパーを振りかけて、多い玉ねぎソースでつゆだくにしたら、あっという間に完成ね。マジめちゃくちゃ美味しそう、やだ。なんだ、ただのローストビーフ丼じゃねえか。ちげえよ、ローストビーフ丼は人間を威圧してしまうんだよ。レアに美味しく仕上げた牛肉を牛丼仕立てで食べることに意味があるんだよ。美味しいものを肉の硬さを気にせず頬張れるところに良さがあるんだよ。ということで、あっという間に完食。はい、江戸天